を待っていたよ。何、用事があるのは私じゃない。私はただのメッセンジャーさ。先に行って準備をしておく。クーナという女の子から君宛ての伝言だ。レラ君も何か感じ取ったようで、いろいろと動き回っているようだし、とはいえ、私はこの後起きることにも、その原因にも、さしたる興味はない。ただ、これから起きることはおそらく、君やクーナという子にとって、辛いことなのだろう。いや、君はお人よしだから、きっと彼女にとっての大きな問題なんだろうな。あまり驚かないでほしいね。そのぐらいは考えなくても君の顔を見ていればわかる。だがそれでも乗り越えなければいけないと思ったから、彼女は奥に向かった。そして彼女を支えるために君も奥に向かう。ほら、やはり私の出る幕はない。知る必要も理由もない。失礼、話が長くなってしまった。女性を待たせる方がもっと失礼に当たるね。君は早く奥に向かうといい。私、多少なりとも知ってしまった者の責務として、君と彼女の無事でも祈ることにするかな。
completed. La 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 ハドヘッド。はい、そうですね。うん、わかる。わかります。声がなくても、私にはわかります。思えば私たちは、兄弟みたいに育ってきたのに、喧嘩なんてことはしませんでしたね。あなたが喋れないというのが、理由の一つですけども。こういうのはなんですが、仲は良かったのだと思います。嬉しい時も悲しい時も一緒で、お互いに足りない部分を補い合って、ずっとずっと まあ私はあんたなしでもこの通りしっかりやれるから、何も心配しなくていいよ。だから終わりにしよう、ハドレッド。お姉ちゃんが終わりにしてあげる。始末屋らしく、誰にも気づかれないよう、穏やかに安らかに送ってあげるから。最後の最後はびっくりするくらい大暴れしてみせなさい。観客は私とこの人だけ。それでも明るく激しく鮮烈に。記録は始末され、どこにも残されない。裏に生きる私たちだからこそ、見てくれた人の記憶に残るように。それが偶像ってものよ。私が目指し、あんたが支えてきたものの全てよ。あんたはこのクーナの弟なんだから、記憶に残してみせなさい。始末しきれないほどの記憶を。あなたの力を貸してください。我が名は六望金庫ゼロのクーナ。これより目標を始末します。Imagine Zoom! Code Q!
何を伝えたいの、ハドレッド。もう一度、あなたを。やっと覚えた言葉が、それなの。バカ、バカだよ、あんたは。本当に、本当に。ああ、いいともさ。一曲と言わず、いくらでも歌ってあげる。観客はあなた。それにハドレットの二人だけ。だけど、だけど、だからこそ。いい、ハドレット。きちんと聞いてなさい。寝ちゃダメよ。この歌は、この歌だけは、あなただけのために。聞こえていますか、私の歌が、私のかけらが、まぶた伏せればすぐに会えるのに、いつだって誰よりも近くにいれたのにね、大好き届いていますか、私の声が、私の思い